漫谈华秀。请喝茶。はい、どうぞ、召し上がってください。各位朋友、你们好。皆さん、こんにちは。今回は、中国と日本の、健康の違いについて、をテーマにちょっとお伝えしたいと思います。山崎さんは中国の高級茶芸師の資格を、ね、持っていて、向こうで勉強してきました。中国茶っていろいろあって、結構発酵度の高いものもあるんで、はい、例えば、紅茶とか、中国も紅茶、金華紅茶とかそういうものがあるんですけど、あとウーロン茶でもすごくこう色が濃い色の紅茶、ああいうのは体をどちらかというと温める方に向かうんで、割とそうそうそう、季節によって冷やす紅茶もあれば温めるお茶もあるそうですね、体を飲んで飲んだ後体で作用するその作用が違うっていうんで、昔は中国ではお茶っていう中国茶っていうのは、はい、薬として扱われ、初めは薬として扱われてたんですね。4000年とか5000年とか昔に、はい、神農さんっていう方がいらっしゃって、農業の神様なんですけど、これ伝説の人で、はい、その方が、皆さんのためにいろんなこう草とか薬草だと思われるものを自分で試して、自分を実験台にして、調べた、そういう偉大な方がいらっしゃった伝説があるんですね、はいはいはい、でその方がたまには毒に当たっちゃうことがあるんで、毒に当たった時に何で解毒したかっていうのが、実はこのお茶の葉っぱで、その時は食べるとか煮出すとかなんで、ちょっとお茶としてはないんですけど、お茶の木の葉っぱを使って解毒をしたっていう、これ、なんだと思います？これ。そうそう、さっきちょっと気になったんですけども。これ、実は中にお茶が入ってるんです。あ、これ、ウーロン茶が中に入ってるんですけど、はいはい、いろんなお茶を詰めることもあるかもしれませんが、私が買ったのはウーロン茶なんですけど、こう、カパッとこう開けて、中に入ってるんで、ここ縫い合わせてて、で、もともとこれは柑橘系の、なんていうか、日本で言えば、多分、ブンタンとかザブとか、大きめの柑橘系の、果物を中をくり抜いて、その中にお茶を詰めて。ずっともうそのまま乾燥させて。そう、これは乾燥させて、ずっと長いこと10年とか20年とか置いて、そうすると薬効が出てくると言われている。今でもこういうふうに薬として扱って、民間療法ですけど、使ってるものもあるんですね。すごいですね、私も飲んだことないんですけどね、もったいなくて飲めないです。王さんは何かありますか、昔そういう中国にいらっしゃった頃に。中国で、今飲み物に関して結構ハマってるものがあって、スイカを、はい、日本では食べるんですけども、はい、中国は当然食べるんですが、はい、私がハマってるのは、飲むスイカ。日本では食べますよね、普通ね。スイカジュースっていうのがあって、スイカジュース、二日酔いの後にこれを飲むと、はい、スイカですか。もうね、なかなかこう二日酔いにいい。二日酔い。あと、食べ物ですね、はい、やっぱりその中国で、食材の効能をうまくこう組み合わせて、異色同源という、異色同源です、言葉、異色同源とかね、薬色同源という言葉あるんですけども、薬色同源、食材のここのうまく生かしていくと、はい、健康にいいというですね、はい、一番分かりやすい例っていうと、夏に中国行くとよく中国人が、はい、キュウリを食べている光景を見られると、はい、生のままそのまま、そう、はい、冷やしてですね、冷やして、でキュウリというのは当然野菜ですね。はい、キュウリ、水分が多く含まれているから、はい、キュウリを食べることによって水分補給ができるし、で、体を冷やす、はい、効果があるから、はい、夏にはやっぱキュウリがいいという。夏に緑色の貝をよく見たんですね。リュウトウチョウ。リュウトウチョウですか。あれはお米ではなく、緑の豆の方が。そうですね、リュウトウの豆の方の効能が。小豆ですか、小豆の方が多くなってくるって言って、ね、なんかこれはやっぱりこう
冷やす温めるあの体を温めるあ、まあ、小豆はどちらかというと温めて、緑豆は下げると、なるほど、うん、おかゆにまでそういうこだわりが、まあそうですね、やっぱりそう日常生活の、まあ、食の中でそういうバランスをうまくとっていけば、こう体調が屈折にすごいですね、もう日常生活からまあそうです綺麗ですね、こういうですね、はい、あのまあ、綺麗なちょっと持ってみてもいいですか、うん、どうぞどうぞ、結構重い、音もいい、あの音色がですね、はい、音がします、うん、これどうやって使うの、検針球、検針球ですね、検針球、あの検実際これが、はい、まあ、要は、まあ、左手でも右手でもいいんですけども、はい、こうずっと回して回して、ね、こうくるくる回すんですね、うん、右左は、あ、反対回して左はちょっとうまくいかね、まあ本当はあの左右両方こう自由に、はい、これどういう効能があるんですか、これですね、あの、まあ、手のツボを刺激するのと、はい、であとやっぱこう指先をずっと動かすので、ね、この刺激にもなるし、片手でお茶飲んで、片手で回してる、それぞれその自分に合ったこういろんな健康法をこう身につけたりとか、自分にしたりとか、まあ、特にその中国の場合はやっぱりお年寄りっていうのはあんまり静かにこう家の中で過ごされるということはない、いつもとてもお気に入りの写真なんですけど、あ、なかなかいい写真ですね、これ、ね、お年寄りの方も、ね、これはお茶、茶館で、ね、お茶を飲まれてる様子な、こういう光景すごくね、羨ましいな、私もこういう動画を送りたいなって思っちゃいましたけど、いいですね、こういうところでこう、ね、お茶を楽しみながら世間の話をしてます、そうですね、言葉を発するというのはすごくいいことなので、ではまた次回お会いしましょう。再见。再见。